こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。契約書はどこに注意、そして何を見る、こちらの方を解説したいと思います。こちら、もっと暮らしを楽しもうチェックシートブックから5つのルール、契約書は必ず交わしましょう。そして契約の目的とは何なのか押さえておきますね。そしてさらには必要書類3つ、これは絶対必須ですよ。4つ目、工事請負契約書で見るべきポイント、どこでしょう。最後に契約時に合わせて確認すること、こちらの方もぜひチェックです。契約書チェックシート、こちらの方を今日も紐解いていきたいと思います。まずは一つ目ですけれども、契約書私ないんです。トラブルにありがちな。いや、契約書実は結んでいませんね。まあ基本的にはね、口頭で言ったという形、この言葉の約束も契約にはなるんですけれど、やはりこういった契約書というのは必ず交わす必要が出てきます。契約書は交わす理由として、建設工事はそもそもですけれども、その業態、この建設工事、建築工事自体が特殊であるため、民法とは別に、この建設業法で定めが置かれて、請負契約書を結ぶというふうに、これ法律なんですよ。だから契約書はちょっとって、それ法律違反、建設業違反ということになりますんでね。で、なぜかというと、こういった何が特殊かというと、やっぱり通常の内容と違って建築に関する知識の差っていうのが、そのプロとあなたでは違いありますよね。あ、これこういう感じですよとかいうふうに言われても、なんかわからないじゃないですか、実際に。ということで、あ、そうなのかなと思ったりするっていう、この知識の差、そういったものがあるので契約書をしっかり定めておく。そして契約金額も大きいですからトラブルになりがち。工事期間も長いですよね。予定通りの時間に終わらなかった、期間に終わらなかった、大変なことですね。そういった意味で契約書は交わす。大きなポイントです。いわゆるその契約書、なんていうか、これが工事請負契約書。工事請負契約書というのは建設工事などを請負う際に使用される契約書ということになるんですが、その内容、法律に基づいて、定められています。で、その、契約書に書かないといけないのは、双方の義務や責任。法律の言葉ですね。工事の範囲や期間、さらには支払い条件などが明記されています。で、工事請負契約書を作成する際には、この日本の建設業法に則った形、さらに民法などの法律に基づいて適切な内容が盛り込まれるように注意する必要があるという、こういったものが工事請負契約書という形になります。で、その契約の目的ですよね。これは、あなたを守る大切な盾なんです。ですから、もしもトラブルになったとき、まあそういったトラブル前提ではなくて、もしもトラブルになれば、あなたを守る大切な盾になるからこそ大切なポイントっていうのは、そもそもどの内容で工事を依頼したかがわかる。材料、物、工期、価格、これなんですよ。どの内容で工事依頼したか分かんないのに、いわゆる時制ですよね。奥さん、私これで契約したつもりだったんですけど、いや、私これ、こっち入ってないの？いや、それ追加です。と、いや、契約の中に、つまりこの、どの時点で、どの内容で、材料ですよね、工期ですよね、価格、どの内容で工事を依頼したかが分かるということが、一丁目一番地。これめちゃくちゃ大切なんです。だから、契約書には見積書があって、この見積書で契約しましょうという形。さらには、もしトラブルが起きた時の紛争処理の、方法、解決方法が明記されているということですね。では、必要書類は何があるんでしょう。工事請負契約書、印紙を貼ってね、名前を書いたりするんですけれども、そういった工事の金額の総額、支払い方法、ね、さらには工事期間が明記されているのが工事契約書。さらには、約款が一緒に。工事の変更や遅延、損害等についての取り決め事が記載されているっていうことです。さらには、どの時制なのか、何が入っているのか、つまり見積書、商品でしょ、材料、数量、施工費、諸経費等が記載されているこの見積書、この3つ合わせて必要書類という形になっています。じゃあ、この工事請負契約書で見るべきポイント。工事請負契約書、まずは会社名、責任者、社員が押してあるか、印紙が貼っているか、そして請負金額が明記、見積書との整合性、ちゃんと確認しましょうね。そして工事期間が明記されている、着工から完工までの期間。
そして支払い方法とタイミング、こちらの方ちゃんと、最後の、刊行して何日内とかねいう形ですね。一般社団法人住宅リフォーム推進協議会、この QR コードを読んでいただくと、発行している契約書、約款の書式、まあ一般的にこれよく皆さん使ってて、山さんも使ってましたが、そういったものが使われてますので、それもご参考いただければと思います。最後です。契約時に合わせて確認してほしいことがあるんです。もう契約書って言ったら読んでね、読み合わせして見積書ですが、せっかくですからこのタイミングに確認しておいた方がいい。山さんいつもこれをやっていました。まずは工程表を相手に用意してもらいましょう。工期の確認ですね。さらには補助金の申請、受領方法についても確認、振り込み、手数料はなんてこともありますよね。接種支給の受け渡し方法と時期、さらには近隣挨拶、世襲で行うのか、リフォーム会社が一緒に行くのか、リフォーム会社だけで行くのか、なんて内容ですね。工事中の駐車スペース、参拝、仮置き場スペースなんかを確認しておくと便利でしょう。追加、変更があった時の製版方法について確認しておきましょう。さらには、未入居工事だった場合、鍵の受け渡し方法、管理方法、キーボックスなんて、こういったザザザっとしたことを契約時に合わせて確認することで、契約終わった後に電話す。あ、すいません。近隣挨拶なんですけど、どういう話になってましたっけ？接種支給したいものなんですけど、これってどうしたらいいですかね？何かやり取りになってくること。お互いにやっぱ時間の無駄ですよね。この時点で確認できるもの、ことは確認しておきましょう。今日、本日の5つのルールです。契約書は必ず交わしましょう。契約の目的とはあなたを守る盾です。必要書類、工事請負契約書、さらには約款、見積書。4つ目、工事、受け契約書で見るべきところ、こちらの方をさっきのところでご紹介させていただきました。特に工事期間大切、工事金額大切ですよね。契約時に合わせて確認することもご紹介させていただきました。このザザザッとした内容ですが、あなたのところで工事、契約書の時点でやっぱり確認できると、後々の手間確認が省けますので、ぜひこちらもおすすめです。さらに、いよいよ工事、契約書終わると、工事直前、断捨離しましょうね。工事期間の過ごし方、どういうふうにしようかな。お食事、お風呂、キッチン、台所の使い方。さらには、あなたのその内装の品番もう確定していかないといけない。書かないといけない。いわゆる仕上げ表と呼ばれるようなもの。山さんはトラブル回避シートというふうな形で、この仕上げ表もとっても大切かなと思っていて、床壁、天井なんかの内容。こんな形で、3月、クッションフロア、木目方向の中手方向に貼っておいてください。とか、忘れがちで注意点、はばきの色。ソフトはばき、私、全然こんな色言ってなかったのに、なんか茶色で貼ってました。白が良かったのにっていうこともあるかもしれませんよね。こういった形で、この仕上げ表、こちら、ドア枠の色、日灯光の色見本で合わせたり、さらには照明、ついでにお願いすること、ドアの立て付けが悪い、キッチンの水圧が、強いなんて内容もありますよね。そういった形も書くことによって、こちらの方を、現場に貼っておけば、こちら抜け漏れ、なくなるんではないでしょうか。もっと暮らしを楽しもう。リフォームチェックシートブックが、いよいよこちらの方が、こんな形でリフォーム、リフォナビマップ、リフォーム、リフォナビ、羅針盤、軸シート、記入例もありますよ。契約書、引き渡し、さらにショールーム、知っておくべきこと、工事もチェックしたい。ということで、今回は、こちらの方、契約書チェックシート、並び仕上げ表シートをご紹介させていただきました。もっと暮らしを楽しもう。チェックシートブックをぜひ手に入れてみてください。オフ会おすすめです。リフォームした人、同じ悩み検討中、他の人の質問、YouTube では言えない話、個別アドバイスお伝えさせていただいています。まずはこちら、QR コードから LINE 登録で定期的にプレゼント配信しています。限定動画をゲットしてみてくださいね。ということで、いきますよ。せーの。必ず、できる。いってらっしゃい。契約書は大切です。